いやー、まあ、率直にまあすごい嬉しいんですけど、まあ、やっぱスラッシャーってアメリカのまあスケボーの一番大きい雑誌だし、一番知られてる雑誌だし、まあ、歴史のある雑誌だと思うんですけど、まあ、そこで表紙取れたのは、なんかアメリカでプロとしてなんか認められたのかなってすごい思いますね。まあ、本当その表紙もなんかスラッシャーのインスタで見た時に初めて僕も知ったんで、まあすごいびっくりしましたね。で、フォトグラファーの人も、ジェイクって言うんですけど、その人もすごい喜んでくれて、まあ、すごい嬉しかったですね。1年ぐらいの期間で本当に作ったパートになってて、まあ、ずっと大会続きで、まあ、パートとかまあ少しは撮ってたんですけど、まあ、エイプリルの5分とか10分ぐらいのエディットで、まあ、少し撮ってたぐらいなんで、で、そっからまあコロナが始まって、まあ、パートをすぐ撮ろうと思って、で、まあ、VX の映像で今回撮ったのは、まあ、昔のビデオの、まあ、ヤーライトとか、インブルームとか、そういったラカイのフリーフレアとか、そういったビデオがめっちゃ好きで、まあ、そういうのにインスピレーションをもらってて、まあ、今回 VX のパートを撮ったんですけど、いろんな世界中、どこにでも行けるっていうわけでもなかったので、まあ、アメリカの中で、まあ、撮ったパートになってるんですけど、まあ、そこで、まあ、今回できなかったトリックとかも結構あるんですけど、まあ、すごい満足してるってわけではないんですけど、まあ、自分の中で、まあ、70%ぐらいのパートだと思ってますね。ノーリー360ノースライドと、あとラストトリックのスイッチバックサイドマイティーノーズグラインドのやつはずっと撮りたいと思ってましたね。今回コストに撮ってもらったやつもすごい、本当やっぱあれが一発目に来てすごいインパクトあったし、すごい決めた時もすごい嬉しかったですね。ケビン・スパンキーがその昔にそのコストンが撮ってる、映像をやってて、で、それ、まあ、僕は分からなかったんですけど、友達が見せてくれて、まあ、言うとそこでやりたいトリックあるんだったら、まあ、コストンに撮ってもらうのもいいんじゃないみたいな感じで言ってて、で、それでそのビデオを見て、で、結構これいいなと思って、コストンにすぐちょっと連絡して、まあ、すぐ連絡した時はなんかハワイ行くって言ってて、で、まあ、その前日になんか撮ってくれるっていう話だったんですけど、結局旅行の準備すごい忙しくてできないって言われちゃって、で、今回のパートでは結構難しいかなと思ってたんですけど、まあ、2ヶ月ぐらい後ぐらいにコストンがハワイから帰ってきて、まあ、パートも、まあ、ほとんど終わってたんですけど、まあ、コストンは帰ってきたってことで、やっぱ、これはちょっと撮ろうと思ってすぐやった感じですね。帰ってきた瞬間。だからスイッチフロントテールのトリックが一番最後に撮ったトリックですね。まあ、イメージの中では、まあ、1発か2発ぐらいでできるかなっていうイメージでもあったから、まあ、すぐできるかなと思ってたんですけど、まあ、トライしたら結構やっぱトライする瞬間にすごい怖くなっちゃって、で、トライした時もすごい怖くて、なんかもうかけてもすぐ階段に落ちちゃったりとかして、まあ、でもやっぱコストンが撮ってくれてるし、まあ、すごい、まあ、こんなレアな機会なかったんで、もう本当に、まあ、怖かったんですけど、まあ、そのコストンが取ってくれてるおかげで、なんか自分をすごい追い込めた感じですね。